堀新聞お疲れ様でした。お疲れ様でした。した今日は1よやっとついにこの日が来ましたか。大満足の一日と来た、うんうん、堀さん、良かったんですか、譲って。いや、一応それでトップだったからね、うんうん、ちゃんとトップ取って帰ってきましたんで、まず内容もまあ、ぼち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 、はい、だっ9大点、うんうん、これトップじゃなかったらもうどうしてました。いやー、言っとけばよかったなって本当に僕だったらもうピンフドライチ上がってたんでねピンフドライチ上がってるのあったピンフドライチあの3度重なってそうなんともう一個切れちゃって、うん、いやただあれローピン持ってきたからちょっと分からなかったけどね、うん、でもどっちみちレンズを切って捉えてそうだなみたいな感覚はあったかな、うんうん、はい、うん、僕もすごい恨めってわーってなってましたね、うん、わーって手つきしてました、ね、まあ、あれ勝俣さんからのリーチだったら3ペン絶対押すわけですよね。電話出て、はい、であれがね結構致命傷になりかけてたから僕ももう震えてたせっかく1回リャンベンリャンベンのお金をヘッドレスしたのにちょっと気がリャンゾー切れて気が変わっちゃってね、危ないところだった、うん、まあでも2連勝であることには変わりないです。そう、はい、そんでもうね、しかもチームもね490ポイントまで来て、はい、500ポイント目前目標の500首位ということで、うん、いいですね。もう、あとはどれぐらいポイントを持ってセミに行けるかっていうところまで、ね、まあもう行ったって言っていいですか。あのキープでいいくらいのポイントまでは来たかな、うん、もうこのポイントで持っていけるんだったらいいかなと、うん、もちろん上乗せはしたいけど、うん、十分と言えるくらいまでは来た、そうですね、十分、うん、まあ、伸ばせるもんなら伸ばしたい、伸ばしたいけど、うん、あとはまああと MVP 争いもね、ちょっとねお二人がググッと近づいて、でも岡田さんも結構ありますよね。いや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 、まあ、岡田さんワントップで200いくぐらいありますよね。まあそうですね、だって難波ちゃんよりはあったからね。そうそう、元々は、ね、始まる前、うんうん、だから、まあ、今一番近いのは絶対堀さん、うん、とりあえず3人でまあ目指せるということがね、うん、そうね、内川さんにはちょっとあれだけど、うん、内川さんもセミ以降で内川さんでもチャラを目指してるって言ってたから、まあ、うん、とりあえず誰か MVP 取れればいいなと、はい、いいですね、はい、はい、うん、もう最終日にワンツーみたいになってたらいいですね。そう、チームもいい感じだし、うん、個人もいい感じだということで、うん、はい、はい、まあ、今日はいい一日でしたと。いい一日でした、はい、今日はなぜこの練習できたかというと、はい、私一つ理由分かったんですよ。お、うん、会食で美味しいイタリアン食べたからですよ。確かに、うん、尋常じゃなく美味しかった。もうやばい、この世で一番美味しかった。もしかしてあの一番言っちゃいけない言葉出すんじゃねえかな。震えてたんですからね、こっちからは触れてくれないちょうどね、うん、美味しいもの食べて、はい、そのままで挑んできたから、はい、もう見ててくださいって言いましたからね、はい、山下さんありがとうございました。ありがとうございました。連勝です。やりました、はい、確かに、はい、あれですね、はい、山下さんにもね言ってきたから、うんうん、勝ちますと絶対トップ取りますと、はい、トップ取ったらでも行きますって言ってたけどなぜかね、まあ、南部ちゃん譲って一致したからそっちの方がまあなんかチームで勝ったからバランスよくなお良かった、はい、うん、ということで、今日はいい一日になりました、はい、次はいつですか。2月9日ちょっと飛ぶんですよね、はい、オンライン PV、はいはい、オンライン PV があるので皆さんぜひ応援してください。お願いします、はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。